どうも、みつログです。本日なんですけれども、岐阜県は関ヶ原に来ておりまして、東京カメラ部さんで関ヶ原のフォトコンテストが、1月ぐらいまで開催されてるんですけれども、そちらの写真を撮ろうということで、関ヶ原にやってまいりました。今回はそういったフォトコンテストの写真を撮るっていうようなテーマの企画でやっていこうと思います。それでは、早速、撮っていきましょう。ということでやってきたんですけど、今日電車で来てるので移動手段がないんですよね。なので歩いて行ける範囲でなるべく探していきたいと思います。ちょっと今日いい感じに空も澄んでて、で今これ見えてんのかな、あそこの上の上左側の大満大吉と徳川家康さんの家紋のところの鏡がめちゃめちゃ太陽反射してくれてるので、背景青空バックに撮っていきましょう。青空がいい感じなのが徳川オーラ。ちょっと待って、ちょっと待って。とりあえずススキ1枚目 F 値 2.8 の A モードで撮って、で構図としてもう完全にこう右上と左下の二分割構図で、左下部分だけススキが収まるような構図で撮ってみました。続きまして、こちらにこう腰を当てていきます。この腰の奥の方にこの山々が広がっていると思うんですけれども、この山のくぼんでる部分、ここのくぼんでる部分をフォーカスして、ちょっと太陽が結構上になっちゃってるので、太陽まで収めることができないと思いますので、ただ今日青空がめちゃめちゃ綺麗に広がっているので、こんな感じで撮っていこうと思います。ということで、今のコスモス畑とススキがあるところはいい感じに収まったんじゃないかなと思います。でコスモスをテーマにした写真も撮れたし、であと、まあ、せっかく関ヶ原のフォトコンということで、の関ヶ原に関係してる建物も入れつつ撮ろうかなと思ってたんですけど、奥のところにさっきの関ヶ原のなんとか美術館の屋根の部分というか、上の観覧ブースっぽいところを収めつつ、手前のススキとかコスモスを入れるような構図で撮れたので、これはフォトコンで使えるんじゃないかなと思いますので撮ってみました。はい、ということで今回使ったレンズが 1635mmF2.8GM2 を使ったんですけれども、これで 16mm まで今回は広角で撮ってます。広角で撮ってあげることで、手前にあるこの旗の部分も全部収めた上で、奥にあるこの平野の部分とかも綺麗にパキッと収めることができるので、このレンズもできてよかったなっていう感じでございます。今日めちゃめちゃいい天気だな。よし、次行きます。今関ヶ原ボーランドに向かってるんですけど、さっきから歩いてる人誰もいないっていう寂しい状態。思ったよりすげえな。なんかもうちょこっとなんか集客あったらいい気がする。うわうまそう。ちょっとローストビーフ丼マジで食いたい。これめちゃめちゃうまそうじゃない。一番出てください。本当ですか。ワカサギ、じゃあいただきます。切れちゃってるから大きいの食べて、うん、どうだった。いやまだこれからなんですよ、うん、先にあそこ の石田三成さんの神社行ってきた。行ってきた、はい、みんなまずあそこ行くよね。はい、はい、ありがとうございます。はい、またね。はい、めちゃめちゃ紳士的な対応いただいたわ。もうオーランドとかいくら、あ、500円で入れるんだ。
お願いします。おっと、これはどうリアクションすればいいんやろう。いや、マジでこれどう反応すればいいのね。なんかめちゃめちゃ難しいやんね。もう、あ、ゲーム来た、怖そうやな。いや、これじゃない感すごいな。やばいな、マジでタコになる可能性が。ここで成果出るのはちょっとマジで避けたいな。この辺、この辺なんかうまく取れんかな。鉄砲みたいな効果を育てるっていうのが有効かなと思いましたので、で、ちょうどこの鉄砲隊が並んでるところがあるんですけれども、この鉄砲隊に鉄砲のフォーカスをするっていうような攻撃を取っていこうと思います。で、左側にこのお人形さんがいるんですけど、お人形さんの顔がマジでこれも無駄な要素だったので、手の部分だけを見せるような形にして取っていこうかなと思います。はい、ということで、なんとかしてこの辺をうまく取りたいなというところがあるんですけれども、ちょっとこの1対1で戦ってる感ありそうなお二人を、うまくこの顔の部分を映さない構図で取っていきたいなということで探したんですけれども、ここですね、この角度で撮ると太陽がいい感じに逆光になるんですけれども、こうローアングルで煽るようにして撮っていったらいい感じになるんじゃないかなと思うので、ここは広角レンズを使って縦構図で撮っていこうと思います。オッケーオッケーオッケー、いいんじゃないでしょうか、いいんじゃないでしょうか。はい、こんな感じになりまして、足元からローアングルで超広角レンズを使って撮ったんですけれども、手前にいる武者の手元で太陽が重なるようなところだったので、で、その太陽を入にさせるために F 値を16まで上げて撮りました。いい感じにこの奥の侍との戦いの雰囲気を演出できるような構図になったんじゃないかなと思います。ということで、そろそろ戻りましょう。はい、ということで戻ってまいりまして、今回の席からの撮影は以上で終わりにしたいと思います。後から気づいたんですけど、レンタサイクル普通に借りればよかった。何キロ歩いたんやろっていうぐらい歩いたんですけども、車で来られる方全然いいんですけども、もし電車で来られる方、レンタサイクル借りれますので、ぜひ借りて席から遊びに行ってください。ということで今回の撮影は以上になります。また次の動画でお会いしましょう。みしろぎでした。バイバイ。